今日はお休みの中、また寒い中ですね、わざわざお越しいただいてありがとうございます。本日は、猿の糞から学ぶこと、マダガスカルにおける森づくりの仕組みというタイトルでお話しさせていただきます。まあ、先ほども茂田先生からお話があったんですけど、マダガスカルという、タイトルの、映画はニューヨークに住んでいる動物園の仲間たちが、先ほど紹介されてたようにマダガスカルについてしまって、で、ライオンと、キリンとカバだったかなと、シマウマっていう仲間たちがマダガスカルで、自由に生きれるんだっていうことで何ヶ月か過ごすんですけども、その後に、やっぱりマダガスカルって大変だな、やっぱり帰りたいなっていうので、第1話の映画が終わったっていうのが印象なんですけど、大変な部分もありますけども、やっぱり、マダガスカルに行けると、もう一回戻りたいなって、何回も戻りたいなっていうので、もうここ11年ぐらい私は戻ったりしてるんですけども、面白いところです。で、そういうマダガスカルの話を、していけたらなと思います。で、今日のお話は6つの流れからお話しさせていただきます。まずマダガスカルについて、紹介させていただきます。その後に研究テーマとの出会い、種子散布の量、散布される植物の特徴、種子散布の距離で、今後の課題ということでお話しさせていただきます。まず、マダガスカルについてですけども、マダガスカルは、ここのアフリカを専門にされている方が多く所属しているアフリカ圏でも、マダガスカルというと人も自然もアフリカ大陸とは違いますよねと、かなり変わってますよねとよく言われます。まずそんな変わったマダガスカルの特徴から、紹介させていただきたいと思います。で、マダガスカルというのはアフリカ大陸からの東海岸から 400km 離れたインド洋に浮かぶ島です。で、島といっても、日本の国土の 1.6 倍の面積がありまして、世界で4番目に大きな島です。1番はグリーランド、2番はニューギニア、3番目ボルネオ島となっているんですけども、このマダガスカルはまだ恐竜が支配していた白亜紀後期、8800万年前に大陸から隔離したと考えられています。この歴史的地理的な要因がマダガスカルの特徴の根源となっています。例えば、人です。現在マダガスカルの人口は2200万人ほど住んでいると言われています。民族は18民族がありまして、多民族国家なのですけれども、アジア人っぽい風貌の人が多く見られます。この写真は私の調査地の仲間たちとその家族を集めてパーティーをした時の写真なんですが、アジア人の特徴を持った人が、結構僕の仲間にもいてて、例えばこの真ん中の彼はアジアの顔っぽい、風貌をしています。で、この女の子は、髪の毛がストレートヘアで、向こうのマダガスカルに行ってもストレートヘアはやっぱり憧れの存在らしくて、こういう、方が、かなりいらっしゃいます。で、もちろん白亜紀から孤島なわけなので、マダガスカル島には、人類はもともといませんでした。では、マダガスカル人のルーツはどこから来たのでしょうか。まず、考古学の、いろんな、分野で研究されているんですけども、考古学の、考察ではマダガスカル北東部に6世紀頃の遺跡がありまして、最古の定住をしていたという証拠だと考えられています。そこで発掘された土器の形態や製鉄技術、稲作文化から東南アジアの文化が、継承されたものだと、示されています。言語学では私も少しマダガスカル語をしゃべって調査をしたりしますけども、マダガスカル語というのはオーストロネシア語族、マレーポリネシア語派に分類されて、現在ボルネオ島の南東部で話されている言葉に一番近いとされています。で、生物学ですね、遺伝子、マダガスカル人の遺伝子を調べた結果では2000年以内にインドネシア人とアフリカバンツーの人々が混ざり合ったことはほぼ間違いないと、言われています。さらに別の研究では1200年前にたどり着いたインドネシア人女性30人ぐらいの小集団が現在のマダガスカル人の起源ではないかということを、
これは遺伝学と、コンピューターシミュレーションモデリング数理生物学の分野から、そういう推定をしています。なのでこのようにどの分野からも、アジアとの関わりが深い人々ということがマダガスカルの人たちの特徴となっています。で、アジア人のようにですね、彼らは本当にお米が好きで朝昼晩と、ずっとお米を食べているわけです。で、なので、まあ、水田で、そのお米を作っているわけですけども、この写真はマダガスカルの東部の、一つの風景です。これマダガスカル東部の写真ですと言われずに、日本の田舎の写真ですと言われてもわからないくらい、どこかあのアジアの、まあ、我々の日本の、風景のような、こういう、まあ、水田の田園風景がアジアのような、マダガスカル各地で、広がっています。で、生物の話にいきますけども、この国が世界に対して最も誇れるべきものの一つは生物多様性です。1500種以上の、固有な異冠側植物が生息し、原生の、生態系の 70% が改変されてしまった、地域、世界に35カ所あるんですけども、マダガスカルはそのうちの一つ、生物多様性ホットスポットということに、分類されています。さらに特に高い生物多様性を保有するメガ生物多様性保有国にも指定されています。この保有国を中心にですね、例えば生物多様性条約の会議などではこうした生物多様性保有国が意見を発したりしています。で、世界がマダガスカル生物多様性の保全を重要視する理由というのは高い固有率にあります。固有種というのは、その地域にしか生存しない、生育しない生息しない生物種のことを固有種と言いますけれども、これを見ていただくと爬虫類、哺乳類、両生類で牧本植物、全て 90% を超える固有率になっています。ここに生息する種の 90% 以上が固有種ということになります。で、鳥類は渡り鳥がいるので固有率は下がるんですけども、この高い固有率がマダガスカルを守っていかねばならないと世界の条約とかも決められていくゆえになっています。この多くの、固有生物の中でも、特に有名な生物がキツネザルです。キツネザルは私たちとの人間のと同じ霊長類の仲間です。猿の仲間ですが、猿っぽくない狐のような顔をしているので和名では狐猿と名付けられています。で、狐猿は5か97種が原生種で確認されていますが、狐猿の近縁が猿っぽくない猿の仲間にはアジア、アフリカに生息しているロリス類、この上の写真がロリス類のガラゴという仲間で、下がロリスという仲間なんですけども、この2つの蚊しかいなくて、まあ、細々と大陸では、住んでいるわけです。で、一般に猿と、いうとこのような両目が顔の正面に2つ並んでいて人のような顔をした動物というふうにイメージされると思います。で、これ、ここに示したのは世界の猿、アフリカ、アジア、で中南米、まあ、アマゾンとかですね、そういうところに住んでいる猿の写真を、並べてみましたが、まあ、どれもどことなく人間っぽい、人っぽい、まあ、猿だなと言われば、猿という、感じの顔を特徴を持った、ことがわかると思います。これらのサルとキツネザルやロリスという仲間はどのような関係なのでしょうか。この図は霊長類の系統分類の樹形図です。原生の霊長類は極鼻炎亜目と直鼻炎亜目の2つのグループに分かれています。で、大雑把にはこの下の直鼻炎亜目というものが
猿っぽい真の猿ということで真猿類と言われています。で、極微縁亜目の大部分が原始的な猿っぽくない狐のような顔をしているということで原縁類というふうに名付けられているんですけども、最近だって、キツネザルやロリスのような、顔を持ったメガネザルというグループが実は、新縁類か、キツネザルやロリスよりも新縁類に近いということで、分類学で、分類分けが新たになりまして、現在は、新縁類や、原縁類というのがその直接、生物の系統分類学に対応しないので、まあ、この新縁類、原縁類というのは、使いづらくなった言葉ではあるんですけども、まあ、こういう形で、2つ の, あの猿っぽい猿と、猿っぽくない原始的な猿というふうに、分かれています。でキツネザルは5か97種マダガスカルにいると言いましたが、遺伝子を調べてみると、原生のキツネザルは一つの集団が、起源だということが推定されました。そのため、たった一度だけアフリカ大陸からモザンビーク海峡、これ 400km なんですけども、これを渡ってマダガスカルに移入したと言われています。しかし 400km もある海を渡るということは、あの小さな体の動物には容易ではなくて、いかにマダガスカルに行き着いたのかという問いについて、近年まで論争が起こっていました。で最も有力な、仮説はイカダ仮説です。流木に乗ってモザンビーク海峡、ここ の, あの大陸とマダガスカル島の間がモザンビーク海峡なんですけども、まあ、このモザンビーク海峡を渡ってこの 400km を、流木に乗って渡ってきたというのがイカダ仮説です。で近年太古の海流の流れがコンピューターシミュレーションによって、明らかになりまして、再現されまして、この大胆な仮説が有力となりました。現在の海流の流れですが、マダガスカル島からアフリカ大陸に向かう海流が流れています。で、マダガスカルの、マダガスカル島の位置が大陸移動の関係で、現在よりも少しだけ、南にあるということで、海流の動きが現在とは違っていて、始新世、霊長類の、まあ、古いタイプの霊長類が大陸に繁栄していたこの時代には、海流が、タンザニア、モザンビーク、タンザニアからマダガスカル島に向かう、海流があるというふうに、いうことが分かりました。でそれに乗ると30日以内にマダガスカルに到達すると、言います。さらにこの地域にはサイクロンが多いので、流木や飲み水などが、まあ、漂流中にも提供されるという環境にあると。また原生のキツネザルは数ヶ月間寝るだけ、休眠するということができます。なので、漂流中に休眠すればマダガスカルに到達するまでに最小限の水と食料さえあれば無事に着く可能性が十分にあり得るということで、このイカダ仮説が あり得る話だろうということで有力視されています。ではキツネザルに残っている原始的な、猿の特徴を見ていきましょう。新縁類は、まあ、我々もそうなんですけども、視覚を発達させていましたが、原始的な猿はむしろ、嗅覚の方が鋭かったと考えられています。キツネザルは長い興奮、まあ、鼻がこう前に突き出ているので、立体視が未発達である一方、匂いを放つ臭腺を、持っていまして、これはオキツネザルですが、ここの腕のポチッとついているところから、すごく匂いの強い汁が出てくるんですけども、これを使って、その辺の枝とか木に、匂いをこすりつけて、まあ、マーキングですねして、縄張りをこうアピールしたりするということで、嗅覚を使ったコミュニケーションに優れているということが、新縁類よりも原始的な特徴であるということが言われています。さらに霊長類は木に登るために物を掴むという能力を発達させています。その大きな進化の一つが平爪と言われるものです。
で我々の爪も、見ていただくと、全ての手足全ての爪に平爪が備わっていますけども、キツネザルには平爪以前の、まあ、猫とか犬とかと同じようなカギ爪というものが後ろ足の人差し指だけに残っています。なのでこれが原始的な、特徴であるというふうに言われています。さらに動物によっては、夜に活動する夜行性の種、昼に活動する中高性の種というふうに大体活動する時間帯が決まっています。この、特徴を活動性というふうに言います。で深淵類、猿っぽい猿のほとんどは昼に動きます。ニホンザルしかり、チンパンジー、ゴリラ、で我々人間は昼に、朝明るくなったら活動しだして、夜暗くなったら眠くなります。なのですがキツネザルは夜行性の種、中高性の種、そして昼も夜も活動する終日高性と言われる中間的な種類の猿がいます。さらに夜行性の種も中高性の種もタペタム、反射膜と呼ばれる構造が目に存在しています。これは夜中に気に捕まっているミルノ・エドワード・イタチ・キツネザルをヘッドライトで照らした時なんですけども、猫とか犬を夜中照らすのと同じように目が光ります。この目が光るところがタペタムと言われていて、これが中高性の種にもあるということで、全体的に最近まで夜行性だったんじゃないかということを言われていて、まあ、原始的な猿という特徴だと言われています。でこういうふうに原始的な、特徴を色濃く残している猿を研究すると、我々人類につながる霊長類の進化をより理解できるのではないかと考えていて、欧米では特にキツネザルの研究が盛んになっています。で私もそういう意識を持ちまして、キツネザルに会いにマダガスカルに行くことにしました。マダガスカル北西部のアンカラファンチカ国立公園というところが私の調査地です。この地域では雨季と乾季が明瞭で、乾季には多くの木が落葉するので熱帯雨林ではなくて熱帯乾燥林という植生が広がっています。で国立公園のキャンプサイトにテントを張りまして、現地の大学の研究者や村人の調査助手らと共に調査を行っています。11年前に調査を開始して合計45ヶ月間テントで寝たりしています。で私がここで研究を開始した修士1回生の時は、このアンカラファンチカに生息する日中に活動するキツネザルを観察したいなと思いまして、ここのアンカラファンチカには日中にか、観察できる、活動している猿というのが3種類います。マングースキツネザルと茶色キツネザルとコクレルシファカなんですが、どれでもいいから観察しようと森などをぐるぐる歩いたんですけども、まずなかなか出会わないです。で出会っても足が速くて彼らは木の上を動くんですけども、我々は森を動くにもツルとか小さな木とかに遮られてなかなか前に森の中進むことができないんですね。なので、追いついても振り切られるということで、観察仕事にならなかったのを今でも覚えています。で、まあ、どうしようと思いまして彼らのせめて食べ物だけでも知りたいと思いまして、もう振り切られて逃げていってしまった茶色キツネザルを諦めて、先まで、近くにいた茶色キツネザルが落としていった糞を拾いまして、で、それをチャック付きポリ袋に入れましてキャンプサイトに持ち帰りました。で汚いなと思いながら、ふるいで、水洗いするんですけども、そうすると植物の種子がいろんな多様な種子が、そのまま出てきました。さらに糞から出た種子、植物の種子をテントの近くに、地面に植えて、見ると、数日後に朝起きて、まだどうなったかなというふうに見ると、こういうふうに発芽、突然発芽するんですね。で、これがその時の写真ですけども、これはいわゆる生態学の教科書、生物学の教科書に載っている種子散布だなということで、それが研究テーマとの出会いでした。で種子散布という生物学の専門用語が出ましたけども、
種子産物というのは植物が子供である種子を自分から離れたところに湧く現象を言います。例えば、タンポポなどは、種に綿揚げをつけて、で風によって運ばれて植物は動きませんけども子供を遠くに運ぶことができます。で動物に種子を運んでもらうということをしている植物がいまして、それは美味しい果実をつけて動物に食べてもらって種子を運んでもらいます。で種子運ばれなかった果実はそのまま母樹に落ちます。でやがて運ばれた種子も落ちた種子も発芽しますが、母樹の下に密集している落下している種子は、闇症は、発芽しましてもかなりこの下に兄弟たちが密集しているわけですが、そこは、病気が流行ったり、ネズミとかの格好の餌場になるので、ことごとく殺されてしまいます。なので結果的に動物に運ばれた遠くに行った、子供たちが、生き残る可能性が高いというふうに言われています。でこの時動物は果肉を得るという 餌を得るという利益があり、植物の方は、種子を分散してもらうことで子どもの分布が拡大でき、さらにこの生存や成長が有利になっています。つまり動物と植物双方に利益がある相利共生と呼ばれる助け合いの関係になっています。そうした種子を運ぶ動物を種子散布者と言いますが、全ての動物が植物を助けるのでしょうか。でコクレルシファカの糞を、見てみると、これもサルの一種なんですけども、種子の含まれない小さな粒がコロ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 と出てきました。でシファカの食べ物は硬い葉っぱや種子が主食です。果実も少し食べますが、この2つをかなり食べます。葉っぱや種子を口に入れて発達した 葉で臼歯が発達しているんですけども、それもガリガリ潰してしまいます。そしてこ のスライドで示した通り、腸が消化管がものすごく発達しまして、全て消化吸収してしまいます。なので、その後糞として出てくる時にはもう種子の形がないという形になります。なので植物の種子は殺されてしまうので種子捕食者というふうに、位置づけることができます。一方茶色喫煙剤の糞は、破壊されていない種子が含まれていました。彼らは、果肉ごと種子を丸飲みにして単純な消化管で柔らかい果肉だけを消化し、種子は生きたまま排泄します。なので植物にとってありがたい種子散布者ということに、位置づけられます。でこの上の右上のこの茶色キツネザルなんですけども、アンガルファンチカの国立公園で、にいてましたら、長いこと言ってたらこういうこともあるんだなと思ったんですけども、マンゴーの木が植わっているんですけども、マンゴーを食べているとマンゴーを食べているキツネザルの頭の上にマンゴーが落ちたらしくて、で死んでしまったんですね。それで、国立公園 の職員が佐藤なんとかならんかって言われたんですけど、もう死んでしまっているので何ともできないなと思いつつ引き取って、で解剖させていただいたんですけど、でまあそのこれ論文の図なんですけども、もうその通りの図が消化管が出てきまして、この解剖している最中にもあらゆるところから丸ごと消化されてない種子が、出てきました。でこのような観点で動物を分類してみると、マダガスカル島には、種子散布者と分類できるグループが5つあります。でハト科、ヒヨドリ科、これ鳥ですね、でオオコウモリ科、で小人キツネザル科、キツネザル科の5つのグループになりますが、上の4つのグループは全て体が小さいので小さな種子しか飲み込むことができません。一方キツネザル科は、唯一この中では少し体が大きい、まあ、猫の半分ぐらいですけどもの大きさを、の動物でして、アンカラファンチカにはマングースキツネザルと茶色キツネザルが、このキツネザル科に分類されるんですけども、動物園であらゆるサイズの種子
を与えて飲み込み方を見てみると、マンゴスキズニザルは、直径10ミリ以上の種子は、喉に突っかえて吐き出してしまいます。一方のチャイロキズニザルは与えた果実どんな大きさの種子も、丸ごと飲みます。なのでアンカラファンチカの森林では、直径10ミリ以上の種子を持つ植物はチャイロキズニザルしか種子を運ばないと考えられます。でアフリカ大陸をイメージされると、あのゾウとか、トムソンガゼルとかインパラとか、まあ、そういうものがいっぱいいるんですけども、マダガスカルは先ほど言いましたように、孤島になってからなかなか、あの 400km のを渡って、大型動物は入れないので、そういう動物は全くいなくて、キツネザル科が森のマダガスカルの森の中で一番大きな果実を食べる動物になります。でそこでアンカラファンチカで種子散布者の主力となるチャイロキズニザルをターゲットにして、その種子散布機能を探る、作業を始めました。でまずその森の中で見つからない、追えないということが課題でしたので、吹き矢でチャイロキズニザルを捕獲しまして、で発信機付き首輪をつけると、森の中でもこうアンテナをこのように、掲げるとどこに、猿がいるのかということが分かるので、すぐ見つかります。なので、朝6時から、夕方18時まで、アンテナを使いながら猿を追って観察するということが可能になりました。でこの観察中に、回収した糞を、分析して、でその種子をプランターに植えて発芽実験を行うという作業、この3つの観察、分析、発芽実験ということを1年間続けました。で今日お話しする研究成果というのは、まあ、この作業の成果になります。でちょっとあの観察の様子といいますか、猿の動き方などをちょっと動画で見ようと思うんですけど、これは今果樹を見上げているんですけども、その上に、キツネザルが、果実を探しているところです。ちょっと 見にくいので1まで行きますよ。はい、こう手で、伝って、ここに果実が3つあるんですけども、これ今手で落としてしまったんですけども、探して、でこの樹種も、直径10ミリ以上ありまして、マダガスカルの固有なんですけども、このチャイロキズニザルしか飲み込めない、種類の果実です。これがあの発信機の首輪がついている個体なんですけども、こいつが、森の中のどこにいても、自分の居場所を教えてくれます。ちょっと飲み込むところが見えにくかったので、もうちょっと分かりやすい画像を、紹介します。今このキツネザルは大きな果実を、なかなか飲み込めないんですけども、大きな果実を口に加えてまして、1分ぐらいこの果実と格闘して、で、ごくりと最後はもう吐いて捨ててしまえばいいのに、親切にごくりと飲み込みます。今飲み込みました。でまたこれは下に落ちている果実を探すんですけども、また下に行って、果実を探すわけです。でこの辺にも違う個体が地面をの果実を探して、でまた一つ加えては、ガシガシ果肉をこそぎ取って、で最後には吐き出さずに種子を飲み込むという、行動をします。はい、ということで、こういうことで、観察を進めて、
でまず、一つの成果としまして、茶色キツネザルはどれぐらいの種子を森に巻いているのかということを、考えていきたいと思います。茶色キツネザルが、何を食べているかのかということについて見ていきます。この円グラフは1年間で見られた採食行動の時間をもとに各食物に対する採食時間割合を示したものです。茶色キツネザルは、果実を主食としている、まあ物を食べている間の 70% は果実を食べていることに費やしているということがわかります。で次の今は葉っぱで花で、まあ、ベジタリアンなんですけども、動物はあまり食べません。で、並行して行いました糞分析では、1年間に1126個の糞を調べ、その中に合計70種12000個ほどの種子が出てきました。で糞1つあたりだいたい2種6個の種子が出てきます。でこの糞の1つに2種6個入っているという結果と、アンカラファンチカでの茶色キツネザルの個体群密度1平方キロメートルあたり30個体いるというものと、茶色キツネザルが排便回数が非常に多くて、よく糞をするんですけども、12時間に54回糞をするということを考えると、茶色キツネザルの個体群は1日に1平方キロメートルに9854個の種子を森に撒いているということになります。でこれは多いのか少ないのかということで、世界の猿がどれだけ撒いているのかというデータと比較していくと、カメルーンの霊長類は、1日に1平方キロメートルあたり1129個くらい、散布してそれより多いんですが、コロンビアやコスタリカという中米南米の猿と、まあ同じぐらい散布しているということが、分かりました。茶色キツネザルにしか飲み込むことができないと考えられる直径10ミリ以上の、種子は23種確認できました。一番長さが長い種子は46ミリほどで、この右上の植物ですが、一番直径が大きな種子というのは 21.8 ミリもありました。で体重が茶色キツネザルは2キロぐらいで、猫の半分ぐらいなんですが、この動物が、大きな種子を飲み込むということは、日本人青年と考えると、テニスボールと、ビリヤードは余裕で飲み込める、で軟式野球ボール B 級ぐらいまで、飲み込むという努力を、彼らはしているということになります。森の中には茶色キツネザルに種子を散布される植物はどれぐらいあるのかということも考えていきます。で小道沿いに森の中に道が研究者用に通っているんですけども、その左右3メートル幅6メートルで道の長さが490メートルあるんですけども、そこに植わっている木を全て調べると94種680本の木があるんですけども、そのうち茶色キツネザルが種子散布に関わる植物種というのは 34% の種 66% の本数が茶色キツネザルが種子散布する植物でした。で茶色キツネザルだけが散布する大型種子植物というのは種にして 15% 個体数にして 20% ありました。つまり茶色キツネザルが種子散布に関わる樹種というのは森林の主要構成種ということになります。でこのトピックの話をまとめてみます。茶色キツネザルは大量の種子を散布します。茶色キツネザルだけに種子散布を頼る大型種子植物は20種以上確認されました。そうした植物種は森林を構成する主要な樹種でした。ではもし茶色キツネザルがいなくなったらどうなるのでしょうか。世界の森林では現在森林の空洞化ということが問題になっています。森林の空洞化というのは、一見見かけ上森林の構造は健全であっても、狩猟や森林の断片化によって動物だけが数をどんどん減らしていく現象を言います。で特に大型の動物は狩猟の対象になりやすいので、マダガスカルではキツネザル類が、狩猟の対象になっていって、どんどん減っています。で実際にそういうふうに空洞化が進んだマダガスカルの森では、
大型種子植物の更新に影響が出ていると、報告されています。ではトピックを変えまして、森の中を歩いてキツネザルと一緒に歩いていると実に多様な果実に出会います。で、彼らに散布される植物というのはどのような特徴を持っているのかということについてお話ししたいと思います。で、このスライドをお手持ちの資料にはないスライドなんですけども、皆さんトマト畑で、好きな果実を食べてもいいよと言われたら、この青いトマト、赤いトマトありますけども、どちらを選びますかというふうに伺うと、おそらくほとんどの人が赤い果実を選ぶと思います。で、まだ味わってもないのにそういう選択をするわけです。で、これは実は植物の思惑にまんまとはまっています。で、赤い果実というのは熟しています。それは我々にとっておいしいという意味はありますけども、植物にとっては種子が発芽の準備をしているということが言えます。そういう発芽できる種子をまきたいから、トマトという植物は果実の味を良くして色でアピールしています。で、同じ果実でも真っ赤な唐辛子はどうでしょうか。まあ、唐辛子が好きな人もいるかと思いますけども、トマトのように丸ごと1個、食べられるでしょうか。唐辛子の辛味成分であるカプサイシンは私たち哺乳類には辛いと感じますが、実は鳥には辛いと感じません。で、植物はより遠くに種子を運んでもらうために、このカプサイシンという辛味の成分を進化させて鳥類だけをに食べてもらう。そして柔らかい、結構この唐辛子の種子って柔らかいんですけども、柔らかい種子を噛みつぶしてしまうような哺乳類には食べさせないという作戦に出ています。このように果実のいくつかの特徴には種子を散布する動物と関係しているものがあります。まあ、そういう話をしていきたいと思います。で、果実形態が動物に対応している現象というのが1980年代に熱帯の各地で発表されました。この図はカメルーンの熱帯林の動物と果実の特徴の関係を示しています。大きくまとめると、鳥類や霊鳥類に食べられる果実は小型で鮮やかな色をしていて、未完全な、種子の保護構造を持つという、種子をしっかり守っているような硬い構造はあまりないという共通点がありました。これを鳥類霊鳥類シンドロームと呼びます。で、一方、偶蹄類や結種類、象に食べられる果実は大型で地味な色をした、種子の保護構造が発達した果実が多く見られました。これを偶蹄類結種類象シンドロームと言います。ではキツネザルに食べられる果実には、こうした特徴が見られるでしょうか。まず、果実の色から考えていきます。私たち人間を含めて真猿類は、三色色覚です。キツネザル類は、多くの種が二色色覚というふうに言われています。で、三色色覚というのは、赤、緑、青が見えます。我々はこの 3つの色が見えるんですけども、二色色覚は緑と青しか見えません。で、この三色色覚と二色色覚、どのように色の見え方が違うのかということを、イメージ図で、紹介していきます。例えばテレビでもプリンターでもパソコンでも、皆さんが今見ているこのプロジェクターの画面でも、全ての色というものは、赤と青と緑の色を混ぜ合わせてできています。で、この前にした、示した色見本では、それぞれの色がどのような赤、緑、青の配分で、示しているのかということを、表しているんですけども、皆さんの目には左から赤、オレンジ、黄色、緑というふうに見えていると思います。で、この RGB 値という値があるんですけども、 R はレッド、 G はグリーン、 B はブルーです。で、赤だったら255が一番最大値なんですけども、赤が255で、緑、青が0の値になると赤に見えるということになっています。で、二色色覚のキツネザルは
赤が見えないので、この RGB 値の、レッドの値を0にすると、2色色覚が見えている世界というイメージに近づきます。すると一気に色の多様性が失われます。で、鮮やかな色も、緑、青、黒を基調にした地味な色にしか見えません。ということは、キズネザルに主産する果実には鮮やかな色の果実が少ないのではないかという予想がつきます。実際に食べている果実の色を調べてみました。上の図は、鳥類と霊長類、世界の鳥類と霊長類に食べられている果実の色の割合を示したものです。グラフ内の緑のバーは緑と茶色の果実の割合、グラフ内の黄色のバーは黄色とオレンジの果実の割合、グラフ内の赤のバーは赤、ピンク、青などの鮮やかな色をした果実の割合を示しています。で、上は例えば、中米のコスタリカの鳥類が食べていた果実の色の割合で、彼らは鮮やかな色をし、の果実をよく食べている。で、上から2番目も南米ペルーの鳥類ですが、鳥は2つとも、鮮やかな色の果実を食べている。で、下から上から3つ目テナガザルと続いて、下のホエザル、南米ペルーの霊長類まで、これが深淵類、猿っぽい猿なんですけども、彼らは鮮やかな色の果実と、オレンジ黄色の果実をよく食べている。ところがキツネザルの本景気を合わせましてニベアなんですけども、キツネザルが食べている果実というのは地味な色をした果実ばかり食べていました。キツネザルは2色色覚なので、派手な果実の色は植物側が進化させなかったという、進化させる必要がなかったというストーリーが成り立つわけです。次に、種子の保護構造について見ていきたいと思います。茶色キツネザルに種子散布を頼る果実の保護構造はどうなっているでしょうか。種子の内部を直接保護する種皮、種の皮、この種皮、この中に柔らかい種子の発芽する部分が入っていますけども、この外側のコーティングが硬いと、もしくは、内果皮というんですけども、本当はもともと果実だったところが硬く硬化するというような、種子を直接、守るような構造がよく見られました。これはキツネザルによる咀嚼だったり、齧歯類や昆虫による食害、病原菌や、乾燥によるダメージから種子を守る機能があると考えられます。で、果実の内部を保護する外果皮の発達も数種の果実で見られました。外果皮というのは、一番外側の果皮のことで、中はぐじゅぐじゅとした美味しい部分があるんですけども、一番外は硬い。例えばひょうたんだとか、スイカというものが、この構造と酷似しているんですけども、こういうことで中を丸ごと硬いもので囲ってしまう。それはどういう意味があるのかと、考えますと、この硬い殻に、を作ることによって小型動物は噛み割れません。で、茶色キツネザルだけが、大きな顎を使って殻を割って中の種子ごと果肉を飲み込むことができます。で、大きな種子を飲み込むことができない小型動物に果実だけ持っていかれるということは困るので、植物は困るので、バリアを張っているということが考えられます。で、この外果皮が発達した右下のこの黄色い、中身が黄色い果実、ストリキノスマダガスカルエンシス、マダガスカルの植物なので和名がないんですけども、この植物は発芽の仕組みでも茶色キツネザルに対応しています。この右上のグラフは、殻に入ったまま果肉付きの種子で、私が手で果肉を除去した裸の種子、そして糞から出てきた種子、これをプランターに置いた時の発芽率を示しています。で、果肉を除去した種子と、糞虫から出てきた種子というのは発芽率が 90% 以上あるんですけれども、殻が付いた果肉付きの種子というのは全く発芽しませんでした。つまり果肉の成分が種子の発芽を抑制していると考えられます。で、森では茶色キツネザルが食べなければ、果実は硬い殻が割れないまま地面に落ちます。
でそのまま腐ってしまいます。これは落ちたばかりの果実ですが、奥にある黒積んでしまった果実は腐ってしまっています。もちろん中の種子も死んでいます。ということでこの植物は茶色キツネザルなしには発芽すらできません。次の特徴ですが、植物によって果実を作る時期、つまり種子散布する時期、季節ということの特徴について、見ていきます。植物によって、果実を作る時期というのは違います。茶色キツネザルに種子散布を種子を運んでもらう植物はどのような季節に実をつけるんでしょうかということを考えていきたいと思います。まずアンガラファンチカの季節について見ていきます。マダガスカル西部は、東部で降雨した東部ではずっと一年中雨が降っているんですけども、これ貿易風でして、絶えず東から風が吹いているんですけども、東部で雨を降らした後、常に乾いた風が吹いていまして、この時には乾季になります。しかし夏になると、北のインド洋から吹くモンスーンが湿った空気を送り込むために集中した降雨があり雨季になります。なので、NDJ というのは、11月、12月、1月と、なっていますけども、半年間雨がガーッと降るんですけども、この青いバーが雨量なんですけども、5月頃から10月頃までは全く雨が降らないということになります。6ヶ月ごとの明瞭な雨季と寒季に分かれます。で、この写真にも示している通り、寒季には落葉するので、熱帯乾燥林ということになります。で、こういう環境は花をつけたり実を作ったり発芽する植物にとっても、大変な雨季と寒季の雨量の差ということになります。でまずどういうふうに実をつけているのかということで、植物の、結実パターン、実を作るパターンについて季節変化を追っていきます。で森の中の木400本ほどを対象に果実がついているのかどうかということを毎日確認するんですけども、右上のグラフは灰色のバーが降水量です。で右側にその数値が書いています。で、折れ線グラフは実をつけている木の本数とを月ごとに、プロットしたデータになります。すると面白いことに大型種子植物は寒季に果実をつけて、小型種子植物は雨季に果実をつけるという傾向にありました。でそうした森の中の果実のつき具合というのは茶色キツネザルの、食べ物にも反映されます。下のグラフは観察によって得られた茶色キツネザルの採食内容の月ごとの変化です。茶色キツネザルは雨季に小型種子果実を多く食べて、寒季に大型種子果実をよく食べていました。で、これは、植物の調査から、下の方は直接観察から得られたんですけども、糞分析によっても、より詳細なデータが得られます。果実一種一種のがどれぐらい糞から出てくるのかということがよくわかります。このグラフは半月ごとに分析した糞サンプルの数に対して各種の種子がどれぐらい出現しているのかということを割合で示しました。例えば、この果実種は一種一種がこう違う果実種なんですけども、例えばこの種だと雨季の終わり頃に、一番上で到達しながら 100% なんですけども、この時期に取れる糞は全ての糞にこの種が入っているということを示しています。でそうすると、この、スライドでは小型の果実、小型種子植物ばかりを、示しているんですけども、こう一種一種がどんどんこう短期間に入れ替わって、出てくるということがわかります。で小型種子植物というのは寒季にはあまり出てきません。でこの理由は水分条件に恵まれた雨季に結実することによって発芽や、植物の成長に有利に働くから雨季に果実をつけるということが考えられます。で一方大型種子植物がどのように糞の中に出てくるかというのを示したのが、このグラフなんですけれども、大きく2つのグループに分かれました。まずは
雨季に結実して噴火が出てくるグループで、結実期間は短いですが、噴中にはあまり種子が出てきませんでした。こうあまりこう上まで、大きな山を作っているようなあの植物種はありませんでした。でこの理由としては、多くの森の中には多くの小型種子果実が結実しているので、茶色キツネザルはいろんな果実に目移りして、なかなか一種の果実を集中して、食べるということは、なかなかしません。なので茶色キツネザルによって一種一種の散布量というのは少なくなってくると考えられます。もう一つがこの、わずか6種からなる寒季に結実するグループです。どの種も、長い期間実を作っていまして、で頻繁に、散布されていました。でこれらの大型種子植物というのは、わざわざ雨季に多くの植物が果実をつける時期を、避けて、森に果実がない時に果実を作ります。そうすることによって唯一の種子散布者である茶色キツネザルを長く待って、で多くの種子を散布してもらうという作戦だと考えられます。で特にこの一番寒季の始めから終わりまで一番よく、糞の中から出てきたビテックスベラビエンシスというハマゴの仲間の植物なんですけども、これは、一番寒季で長く散布される植物なんですけども、これは内化皮が分厚く硬化していて、種子を直接する保護する構造が、しっかりしていました。この構造によって、種子を乾燥から守ることができるので、寒季にも結実できるというふうに考えられます。で1年を通しても茶色キツネザルが一番多くの果実を食べて種子を散布したのはこの植物でした。さらにこの植物は、先ほどのストリキノスマダガスカルエンシスというオレンジ色の果実と同様、茶色キツネザルの接触によって果肉が除去されると発芽率が 27% も向上するということが分かりました。つまりこのビテックスベラビエンシスは茶色キツネザルの寒季の食卓を支える一方で、多くの種子を散布してもらって、さらに発芽率まで改善してもらうというサービスを茶色キツネザルから受けています。なので両者は強い共生関係で結びついているということが明らかになりました。この2つ目のトピックについてまとめます。果実の色、大きさ、保護構造、発芽の仕組み、結実する季節などの植物の特徴は、茶色キツネザルの生態や気候などの環境条件に適応して進化しているという可能性が示唆されました。大型種子植物と茶色キツネザルの間には、種子の散布と餌の獲得の利益をめぐる強い共生関係が成り立っているということが示唆されました。次に、茶色キツネザルは果実を食べた後、このように森の中を動いているんですけども、お腹の中に種子を入れたまま動き回ります。では茶色キツネザルは実際にどれぐらいの距離、果実から離れて種子を運ぶのでしょうか。アンカラファンチカの森では、先ほどもお話しした通り、雨季と寒季で環境が全く異なります。もちろん茶色キツネザルの行動も、季節で大きく変わります。で雨季は日中を通して活発で、果樹から果樹へと頻繁に活動します、移動していきます。で一方寒季は日中の最高気温が35度に到達し、半年も雨が降りません。で私たちであれば暑い時に水を飲んで汗をかいて体温を下げようとしますが、その飲み水が今日も明日も来週も来月もで6ヶ月後まで飲めないというような過酷な環境にあるわけです。でどうするかと言いますと、体温の上昇を防ぐために、で汗をかかないために、暑い昼間はひたすら運動せずに寝ます。で朝方と夕方の涼しい時間帯に起きるのですが、その起きた時間というのは、アロエのような、多肉質の水が豊富な草を求めて地面に降りて、そこで長時間座り込んで葉っぱを噛み
しがんで、汁を舐める、水を飲むという、行動をとります。なので雨季のように果樹から果樹へと頻繁に移動するようなことはなかなかしません。そうするとそういう行動は移動パターンにも影響していきます。観察中は5分おきに GPS でトレイの位置を計測しているのですが、この図が朝6時から夕方18時までの移動ルートを示しています。で、左は雨季2006年12月7日のデータで、右は寒季2007年8月2日のデータなんですけども、この1日1日のだけでなく、この季節を通してこれぐらい の移動の範囲の差が出てくるわけです。そうすると雨季は平均、1200m、寒季は平均で1日 500m ぐらい動くということが、分かります。なので寒季と雨季の、環境の違いに対応した行動パターンというのは、移動距離にも影響してきます。では実際にその資産の距離というのはどのように影響してくるのでしょうか。で、移動距離と資産の距離というのはややこしいですけども、全く違うものです。水産部距離というのは母樹から散布されるまでの種子までの直線距離を指します。この図でいうと、例えば初めの地点での果樹で、この地点で、茶色キセンザルが果実を食べたとすると、例えばこの地点で糞をこの、種子ここので食べた種子が含まれている糞分をここの地点でしたとすると、水産部距離というのはこの赤いラインの直線距離になります。移動距離というのはこの、今までのルートの合計の距離になります。なので移動距離と水産部距離は違うんですけども、果樹から、食べてから時間が経つにつれてどんどん移動していくので、水産部距離というのもどんどん離れていきます。で、先ほどのこの図は、季節ごとの一例にすぎませんでしたけども、雨季と寒季の多くの例をまとめたのがこのグラフになります。で、横軸は、果樹からの採植から、経過した時間、を示しています。縦軸は採植した果樹からの茶色キツネザルがいる地点までの直線距離を示しています。で、当然食べた直後というのは木の近くにいるんですけども、時間が経つにつれて果樹からどん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 離れていきます。で、寒季の場合は、80メートルぐらい離れてから2時間ぐらいで80メートルに到達するんですけども、そこからなかなか離れない、休むのになかなか離れません。で、雨季は1時間後に100メートル、4時間後には200メートルぐらい離れていって、コンスタントにどん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 離れていくわけです。しかしどの時間もコンスタントに糞をするわけではありません。食べてから何時間か経ってから糞として種子が排泄されます。なのでどの時間帯に種子が排泄されるのかということを考えていきます。動物園で茶色キツネザルに果実を与えて、いつ糞として種子が排泄されるのかということを調べました。で、ここでも糞から学ぶわけですが、350個ぐらいの種子を含んでいる餌を与えて、何時間後に何個ずつの種子が排泄されたのかということを調べていきます。すると食べ始めてから1時間12分後に、これものすごい早いなと思ったんですけども、1時間12分後に種子が出てきまして、7時間後には全ての種子が、もう排泄されてしまう。で、3時間後から5時間後にその排泄のピークが来るということが、分かりました。で、この何時間食べてから何時間後にどれぐらい出てくるのかというデータと、食べてから何時間後に木からどのくらい離れているのかというデータを、合わせると種子散布距離というものが、推計できるわけです。この図は、ややこしいんですけども、各距離に散布される確率を示しています。例えば、植物から200メートル離れたらどれぐらいの確率で、種子が散布されるのかということを、示しています。
100個のミコンドとしたらどの距離に何個運ばれるかということが分かるわけです。例えば、これだったら、60メートルあたりに、100個のミコンドとしたら17個ぐらいの種子が散布されるとか、そういうグラフの見方になるわけですけども、このグラフをまとめますと、雨季は平均で200メートル、最長で1100メートル運ばれます。で、寒気は平均で80メートル、最長で400メートルほど運ばれるという、クリアな季節の差が出ました。この図を表にして簡単にまとめたのが、右の表になります。母樹の下、母樹から20メートルも離れない距離には、寒気は、飲み込んだ種子の 15% を運ばれるんですけども、雨季はほとんど運ばれません。一方、200メートル以上、運ぶ割合というのは雨季は 40% もあるに対して、寒気はそんなに遠くに運ぶような、ことはあまりしないということになりました。なので季節によって、チャイロキシンセサーは行動パターンを変え、さらに種子の動きまで、影響が出てくるということになります。特にチャイロキシンセサーだけに種子散布を頼る大型種子植物というのは、季節によってこの広がり方が違うと考えられます。雨季はキツネザルがアクティブなので、それぞれの木の子供というのは広範囲に広がると考えられますが、寒気は活動をあまりしないので、同じこの母樹の木の近くにしか子供が、広がらないということが考えられます。で、チャイロキツネザルやキツネザル科はマダガスカルの森において種子散布者の主力だということを、お話ししました。その種子散布距離について世界の主力選手、主力種子散布者と比較するとどうなるのかということをまとめてみました。で、上から、順番に、種子散布距離が長い動物を、並べていっています。で、果実を食べる、さらに空も飛べる、最長が一番長くて、その次ゾウ、類人猿と大型動物が続いていきます。種子散布距離にして数キロ、最大十数キロも彼らは種子を運びます。で、大陸別で分けてみると、やはり大きな動物がいるアジアやアフリカの旧熱帯の地域が一番長く種子を散布して、中型動物がいる新熱帯、アマゾンとか、中南米の森では、このくらい数百メートル散布します。で、マダガスカルなんですけども、キツネザルというのは、こういう世界の大型果実食者に比べると種子散布距離が非常に短いということが分かります。つまりマダガスカルに生息している大型種子植物というのは、他の熱帯に生育する大型種子植物に比べて散布距離が短いということになります。マダガスカルの大型植物は広がり方が遅くて、森林の分断化によって、例えば個体群が森同士が離れてしまうと、他の森へはなかなか、その一方の森にでできた種子というのが到達しにくいということになります。なので、遺伝子の交換ができないので絶滅しやすいということになっていきます。このトピックについてまとめたいと思います。季節によってキツネザルは行動を変えるため、雨季は種子を母樹から遠くに運びますが、寒気は近くにしか運びません。雨季に結実する植物と、寒気に結実する植物ではこの広がり方は違うと考えられます。マダガスカルの大型種子植物は他の大陸、他の地域の大型種子植物に比べて子が広がる範囲や速度が遅いと考えられます。で、ここまでの、研究では、チャイロキツネザルが持つ種子散布の機能を調べる研究でした。現在この知見を足がかりとして新たな、視点で研究を始めているところです。少し、今の活動を、結果はまだなんですけども紹介したいと思います。チャイロキツネザルが有能な種子散布者だということは分かりました。では植物にとってどれぐらい役に立っているのかという、植物目線での、
機能というのはまだ解明されていません。でこの植物目線で研究をデザインして、何個の種子が母樹によって作られて、何個の種子が母樹の下に落ちて、何個の種子がどの動物によって運ばれているのかということをここ数年調べています。例えば母樹から落ちてくる果実の数を数えたり、果樹の近くにテントを張って、一晩中もしくは一日中果樹を訪問する動物や運び出される果実の数を数えたりしています。また森を歩いていくと、このビテックスベラビエンシスのような大型種子の実生が、あらゆるところに生えているんですけども、周りを見てもその親木となるような同じ種類の木はありません。で、まあ、どこから来たのか、でまたこの実生はどのぐらいの確率で生き残って大人になっていくのかということもまだまだ解明されていないので、調べ始めたばかりです。さらにキツネザルが育む森の恩恵というのは人々の生活にも関わることが分かりました。カンタラファンチカの国立公園では、マダガスカル西部の民族サカラバの人々が住んでいます。その家屋には多くの建材が使われているのですが、この柱や胸木といった、家屋の建材には実は茶色キツネザルが種子を散布する野生の樹種が使用されていることが分かりました。建材の、使用部位によって適切な材質の、ものを区別して、使っています。例えば柱は地面に接するために、虫食い、まあ、シロアリが大敵だと言っていましたが、そういう虫に対して強くて硬い建材を、選んでいます。でこの下の樹種なんかがよく使われるんですけども、これは大型種子植物で、実際に茶色キツネザルしか、種子散布されないという木になっていました。また建材同士を縛るこのロープのようなものなんですけども、これは、材の柔らかい樹木の幹や樹皮の繊維を使うわけですが、開けた場所に入るパイオニア植物という、植物カテゴリーがあるんですけども、そういった木がロープの材に使われます。これも茶色キツネザルの食料になって、種子が散布されています。さらに植物による住民による植物の利用は建材だけではなくて、茶色キツネザルが食べている、この写真で食べているのは、シナモズマフラグランスというカネラ科の植物なんですけども、まあ、分析をしていくとこういうふうに出てきて、発芽するんですけども、この葉っぱや果実には芳香があって、精油として抽出してアロマオイルとして売られています。これは結構高くて1個1000円2000円ぐらいするんですけども、こういうのが都市にブティックに売られています。で地元では柔術を使いながら医療、民間医療をする方々の中では咳止めの薬として地元でも重宝されています。こうしてこのアロマオイルは後ろの資料として後ろにありますので、この実際この樹種から使ったアロマオイルも置いていますので、もしよかったら匂いを嗅いでみてください。でこうしてキツネザルによる種子散布サービスは人々の生活や産業に関わっています。で最近はこうした天然植物の利用も、整理する作業を始めました。で一方で残念なことに、森の植物を育んでいるキツネザルは食料やペットのために密猟の対象にもなっています。で実際にこれアンカラファンチカの国立公園で起きている密猟を目撃してしまったシーンなんですけども、罠や吹き矢を使って猟をしています。でこの罠を使うか吹き矢を使うかというのは、実はこのキツネザルの種類によって違っていて、かなりこの行動パターンに合った、猟の技法というのが分かってきました。なので、まあ、国内でなぜ密猟が減らないのかっていうのは政策面だけじゃなくて、もう深い文化だなと思いますので、そうした人々の文化や生活にも目を向けながら考えていきたいなと思っています。で、近年では国立公園や自然保護団体を中心として絶滅危惧種の保護とか植林活動などが、マダガスカル各地で始まっています。
で動物の生息数とか森林の面積などの維持や回復を重視した活動というものが行われているケースがあるんですけども、しかし本研究、今日のお話しさせていただいた内容のように、動物と植物の関係性を保たないとマダガスカルの森林の健全な更新はありえないと考えられます。つまり生物間の関係でなるシステム、まさにエコシステムですけども、それ自体を維持することが重要だと思われます。こうした観点において、例えば本研究の成果であるキツネザルの水産部という科学的知見は、キツネザルの保護だとか、マダガスカル森の森林植林プロジェクトとか、教育の改善に活かせるのではないかと思っています。でこうした保全学的なトピックもの研究も重ねまして、またこのような機会がありましたら、お話しできればと思います。今日は長くなりましたけれども、ご清聴ありがとうございました。